近年、ミサイル防衛の観点から、イージス艦の重要性は高まってきています。北朝鮮のミサイルも迎撃不可能となりつつあり、日本でも敵基地攻撃能力保有の議論が出てきてます。もう、待ったなしですよね。今回は、そんな、イージス艦霧島の話をしていきます。混合型2番艦なんですが、いやはや、その性能は、世界でも通用しますね。だが、迎撃だけだと抑止力にはならない、敵基地攻撃能力とパックで計画しなくては。2022年1月17日、月、海上自衛隊のイージス護衛艦、混合型の2番艦、霧島が、4年ぶりに錦江湾を訪れ、鹿児島県鹿児島市の鹿児島港沖で、報道陣に公開された。霧島は、鹿児島港沖の錦江湾上に浮かび、艦名の由来でもある、霧島連山を背に停泊していて、その美しい姿が、公開に参加した報道陣にも、感動を呼び起こしたとされている。当初は、16日、日に、鹿児島県近郊の海上自衛隊志願者による、艦内見学を予定していたのであるが、15日、土に発生した、南太平洋トンガの海底火山噴火による、津波の影響で、中止となってしまっていた。公開に際して乗艦した、報道陣に対して、霧島が所属する第2護衛隊軍司令の紺野海旗とは、本艦の鹿児島港へ、友好には、格別な思いがあるとした上で、日本をめぐる安全保障環境は、厳しさを増しているが、海上自衛隊としては、広報などを通して、地元への理解を広げながら、任務を遂行していくと、述べている。混合型護衛艦は、海上自衛隊で、初めて、イージスシステム、AWS を搭載した DDG、ミサイル護衛艦で、アメリカ海軍が、自軍の保有する軍艦以外に、初めて、AWS の搭載を許したイージス艦である。ネームシップ、混合は、アメリカ海軍のイージス駆逐艦、アーレイ・バーク級をモデルとして設計され、海上自衛隊の DDG としては、最も大型で、1993年に就役し、満載排水量9485トン、全長 161M、最大幅 21M、喫水 6.2M で、最大速力は30ノットとされ、イージス武器システム AWS を搭載して、主に艦隊の防空と対潜攻撃を担当する。混合型の兵装は、主砲として、54口径 127mm 単装砲、1機、シウス、近接防御火器システム、20mm 機関砲 MK15 ブロック 1B、2機が搭載されている。ミサイルは、MK41 モッド 6VLS、垂直発射システムが、艦の前後2カ所に、合計90セルが装備され、SM2MR ブロック 3A 艦対空ミサイル、SM3 ブロック 1A 弾道弾迎撃ミサイル、垂直発射式アスロック、VLA 対潜ミサイルが装填されているほか、艦の中央に、ハープーンブロック 1C 艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機が搭載されている。この他に、3連装単魚雷発射艦2機が搭載されていて、97式単魚雷もしくは、アメリカ海軍の MK46 ブラッドハウンドが装填されている。なお、後部甲板には、ヘリコプター甲板が設置されているが、ヘリコプターそのものは艦載されていない。霧島は、混合型2番艦として、1995年3月16日に就役したが、この日本初のイージス艦として登場した護衛艦が、混合霧島と命名されたことを知った旧大日本帝国海軍艦艇ファンは、喜びを隠せなかったものである。旧日本海軍は、太平洋戦争開戦時に、12隻の戦艦を保有していたが、
太平洋戦争においては、皮肉なことに、旧日本海軍自らが発案した空母艦載機による航空攻撃が主流となったため、その活躍の場が訪れることは、ほとんどなかった。その戦艦群の中で、30ノットの高速を生かして、空母と共に航空艦隊を編成して活躍したのは、12隻の中で、最も慣例が古い、金剛型巡洋戦艦、金剛、比叡、榛名、霧島の4隻であった。ネームシップの金剛は、巡洋戦艦8隻と、戦艦8隻からなる、88艦隊の完成を目指していた、日本が初めて保有する、ちょうど級戦艦として、イギリスのビッカース社に発注した戦艦である。1900年代の日本は、日露戦争までは、イギリスに頼っていた戦艦の建造を、自ら建造するとして、装甲巡洋艦として、筑波型や安波型、そして、戦艦としては、薩摩型、川型など国産戦艦として、建造をしていたのであるが、1906年に、イギリス海軍から、画期的な戦闘力を持つ戦艦、ドレッドノートが発表された。これによって、日本の新鋭戦艦群は、時代遅れとなってしまい、当時の舰艦技術では、ドレッドノートを超える、超ドレッドノート級戦艦、いわゆる、ちょうど級戦艦の建造技術の取得が、急務とされたのである。完成した、金剛の設計思想などを学んだ旧日本海軍は、それを活かして、2番艦、比叡と、3番艦、榛名、そして4番艦、霧島を建造したのだった。1942年3月に、インド洋方面での作戦において、金剛型の4隻が、初めて揃って参加。この年に縦列で航行していた、4隻が美しく一斉回答する、航空写真が残されているが、この同型艦4隻揃っての実戦参加は、この時が唯一であった。太平洋戦争終戦時において、旧海軍が保有していた12隻の戦艦のうち稼働可能であったのは長門田の1艦で、瀬戸内海で大破に底していた榛名、伊勢、日向の他は全て沈没したが、その中で水上艦艇同士の砲戦で沈没したのは比叡、霧島、扶桑、山城の4隻である。扶桑と山城は冷手沖海戦において釣ヶ尾海峡を通過中にアメリカ海軍の旧式戦艦6隻から、なる大艦隊の待ち伏せ集中攻撃を受け、相手が戦艦ともわからないうちに強沈され、比叡は、その2年前の第3次ソロモン海戦で、アメリカ海軍の重巡洋艦、サンフランシスコなどとの砲戦となり、軽巡洋艦、アトランタに命中弾を与えたものの、相手艦隊に、単焦灯を照射したため集中攻撃を受け、艦橋と火事に被弾して、航行不能となって自沈したものである。比叡が日本海軍初の喪失戦艦となった翌日、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場砲撃に出撃した霧島は、アメリカ海軍の戦艦サウスダコタとワシントンと遭遇。太平洋戦争において初めての戦艦同士の砲戦を展開。霧島はサウスダコタに多数の命中弾を浴びせ大破させたものの、存在に気づかなかったワシントンから16インチ砲の清掃を受け大破。懸命な復旧作業も実らず、サポ島沖に沈没した。華々しい活躍を遂げた金剛型巡洋戦艦は、太平洋戦争で最も活躍した戦艦として記憶に残り、海上自衛隊において、期待が寄せられているイージス艦に、金剛と霧島の名が与えられたことを喜ばしいとする声は多い。ただ、榛名と比叡については、すでに退役した護衛艦に命名されていたためか、金剛型護衛艦の他の2隻には、妙高、長海という旧海軍の重巡洋艦の名が付けられたことを残念とする声もあるが、
混合型護衛艦の艦橋などのシルエットが、旧海軍の従巡洋艦と似ていることを挙げて歓迎するマニアもいる。艦齢30年近くになる混合型イージス艦については、そろそろ後継艦の計画が持ち上がると思われるが、それらが就役した暁には、今後、比叡、春名、霧島と命名されることを望む声は多い。